エトワ軍はアメリカ合衆国アラバマ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万4430人であり、2000年の10万3459人から0.9%増加した。軍庁所在地はガズデン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はエトワー遺跡から取られており、 チェロキー語で、食用にできる気を意味している。チェロキー軍と共に構成する、ガズデン大イト圏の中心である。エトワ軍は当初ディカーブ軍の南部にあった。1866年12月7日、その南部に、ベイン軍が創設され、南軍の将軍デイビッド・ W ・ベインにちなんで、名付けられ、軍庁所在地は、ガズデンとされた。1868年、 ベイン軍が敗軍となり、同じ領域で、エトワ軍が創設された。1994年3月27日、パームサンデーの日にフジタスケール F4 の竜巻が、エトワ軍を襲った。バーミングハム市にある、国立速攻所が、カルフーン軍北部、エトワ軍南東部、チェロキー軍南部に、竜巻警報を発令してから12分後、ピードモントのゴーシェンユナイテッドメソジスト教会を、 破壊した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は548.75平方マイルであり、このうち陸地534.82平方マイル、水域は13.93平方マイルで、水域率は2.54%である。陸地面積で、州内最小の軍である。主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ありがとうございます。